ただいまよりライブ 2D ユーザーによるショートセッション2を始めさせていただきます。本セッションでの関係者以外の撮影、録音、録画および SNS への投稿は発表者様からご案内がございます。またこのセッションの動画は配信を行いませんのであらかじめご了承ください。はい、それでは、初めに川波様、お願いいたします。はい、じゃあではお話を始めていきます。今日は、私の今日のお話はモーション制作の進めということで、モーションについてのお話をしていきます。でまず最初に、私のセッションは撮影 OK ですし、 SNS の投稿も OK です。で、ハッシュタグつけていただくと私が後でエゴサをして喜んだりします。で、写真撮るときだけ恥ずかしいので、私の顔のアップだけはちょっと撮らないでいただいてくれると助かります。で、資料は後で公開しますので、無理に全部取らなくても大丈夫です。で、次、じゃあ前に出てきたお前は誰なんだということなんですけど、川波と申します。ツイッターで、この緑のアイコンで、よくツイッターでワーキャー騒いでるんですけど、この@kw_波々みたいなやつで探してもらえれば、そう、出てます。で、フリーランスで、ライブ 2D の商業案件の制作と、あと私、北海道に住んでまして、今日朝飛行機で飛んできたんですけど、北海道の札幌近郊 の、 専門学校で、ライブ 2D の授業も行っております。なので、講師活動もしている日です。で、あと、もう4年も前の話になってしまうのですが、ライブ 2D クリエイティブアワーズ、ちょっとね、隣のホールで表彰式が今日あった、コンテストの2015年の、場に、出させていただいて、ユニークな視点賞っていう賞をいただいた経験もございます。はい、で、私の話をしているとね、時間がなくなっちゃうので、で今回のお話はどんなお話かっていうと、モデリングはしたことがあるんだけど、モーションはまだそんなに触ったことがないという方に向けたお話です。最近結構フェイスリグにもうモデルを乗っけるから、モーションはつけずにもうモデリング終わっちゃったら完成なんていう方も結構増えてきたのかなと思うので、モーションをつけてみたらどうだいというようなお話ができればと思います。で、結構ね、あれなんですよ、基本的なお話になってしまうので、実際に仕事をされてもうモーションバリバリつけてるよっていう方からすると、いやそんな当たり前じゃんみたいなお話になっちゃうかもしれないです。で、アニメーター自体の基本操作は公式さんのマニュアルを参考にしていただいて、で今回お話しする内容もですね、イラストとかってやっぱ画風ってあるじゃないですか、個性的な特徴とかと同じように、アニメーションモーションにも表現が様々あって、100% 正解っていう方法は多分ないと思うんですね。なので私が今からお話しする内容はあくまで一例として、で取り入れるか取り入れないかっていうのは自由に選択していただいて、もっと気楽な感じで聞いていただければなと思います。で、今日のお話は全部で3つ大まかにモーションでここ気をつけるといいよっていうお話をするんですけど、予備動作、反動、動きの伝達で、この3つですね。じゃあ早速お話ししていきます。まず予備動作、予備動作とは、ジャンプをする前の踏み込み、ジャンプって直立した状態でビンってジャンプできないですよね。やっぱり1回踏み込んでからジャンプをするっていう予備動作。あとため息も普通の状態で吐くよりも1回はーってした方がこうため息がしてるなっていう動きになりますし、このため息前の吸い込み、ジャンプをする前の踏み込みが予備動作ということです。で、これをつけると何がいいかというと、次の動きがある程度予測がつきます。吸い込んだら吐き出しますよね、人間の体の構造的に。やっぱりそこからさらに吸い込んで上に飛んでいくみたいなことはなかなかないので、っていうふうに、なんとなくこんな動きを次にするんじゃないかっていう予測ができる、つまり分かりやすいモーションになる。このキャラクターはどんな動きをしているのかっていうのが非常に分かりやすくなるという利点があります。で、ただこの予備動作なんですけど、あんまりやりすぎるとやっぱ違和感になってしまうので、そこは適宜入れてみて、よかったなくらいので、なんか力があんまり入らない動きとかだとそんなに予備動作もいらないみたいです。で、よいしょ。で、具体的な、ね、タイムラインでのキーフレームの打ち方なんですけど、これサンプルのため息のモーションになるんですけど、1回吸うポーズをつけてから吐くポーズをつけるっていうタイムライン上の打ち方をすると、その予備動作になるよと、これから動く方向をなんとなく示すようなポーズをメインとなるアクションの前に入れてあげると良いよというお話です。で、この予備動作ともう一つありまして、緩急があるとより良いというのがあります。ため爪ですね。
で、この、 左の方が緩急なしで、右の方が緩急ありのモーションなんですけど、やっぱ左の方はこうぬるーっと動いて何をしてるか若干分かりづらいんですけど、右の方はこう吸ってはって吐くっていう、こうためつべがあることで、こうどんな動きをしたかっていうのが分かりやすいかなと思います。もう一回ちょっと再生するかな。はい、こんな感じのね、ちょっと比較すると分かりやすいかなと思うんですけど、はい、なので予備動作に加えてためつべがあるとより良いよと、まあ、メリハリってことですね、動きの。で、そのメリハリをつけるのはどうすればいいかということなんですけど、二点打ちというのがおすすめでありまして、この赤い丸と青い丸がそれぞれ同じポーズの点です。で、同じポーズで2点ずつキーを打って、その間を縮めたり広げたりすることでためと爪が作れるようになると。で、もっと言うと、その同じこの赤い丸同士の間でもわずかに動きがあると、まあ生きてる感がより出やすいかなと。なので、このため爪を作る場合は、あ、戻っちゃった、まあ、二点打ちをするといいというお話です。はい、じゃあ早速もう次で、次反動なんですけど、まあ、慣性の法則ということもあります。まあ、物理法則に従うことで実際感アップって言うんですけど、例えばガッツポーズをした時のガッツポーズをグッてやると、完全にその一番下の段階でピタッて止まるんじゃなくて、ちょっと行き過ぎて戻るっていう、こう筋肉の弾性みたいなものとか、あとその電車に乗っている時に急ブレーキが起きると、乗客ってこう行き過ぎますよね、一旦。こういう反動をつけることで、こう実在感がよりアップするというのがあります。で、反動のお話は、まあ、先ほど言ったように、一度行き過ぎてから戻る。まあ、極端に言うと、こういうことですね。これも、すごい微々たる差ではあるのですが、反動なしと反動ありだと、なんかこう、柔らかさというか、こう、よっしゃみたいな。なんでしょうね、実在している感じが出てるかなと思います。で、反応をする時の、よいしょ、もう1回くらい再生しておこうかな。はい、こんな感じのね、こっちはちょっとピッと止まりすぎなんですけど、少し踏み込んでるっていう、この反応もまたつけるといいよっていう。で、ですね、あれだ、で、まあそうだ、これもですね、またやりすぎると良くないというのがあります。やっぱ力がある動きは より反動がつけやすいですけど、すごく小さな動き、例えば置いてあるスマホを取るとか、それにいちいち反動をつけてると、こうバネみたいにビョンビョンしてしまって、やっぱりこれもやりすぎは注意っていうのがあります。で、よいしょ。で、反動をモーション上、アニメーターのタイムライン上でつけるときの、まあ、コツというか、こうすると見やすいよっていうのがあって、まあ、行き過ぎて戻る。その行き過ぎる方向って、まあ、モーションによっては、これ、どっち方向に行ったら行き過ぎってことになるのかな、みたいな。タイムラインの黒丸の状態だけだとちょっと分かりづらいということがありますので、そういう時はこんな風にグラフエディターにすると、下に来て戻るっていう、こう行き過ぎて戻るっていう動きがすごく視認しやすいというか、こう分かりやすいかなと思います。上の方でももちろん上にちょっと行き過ぎて戻るっていうね、こういう動きがグラフエディターとか使うと分かりやすいかなと思います。これちょっと見やすいっていうだけのお話になってしまうんですけど、はい、なので反動をねちょっとつけたいというときはグラフエディター開いて、ちょっとグラフの方向性をね行き過ぎるようにすると、うまいこと反動がつきやすいかなと思います。はい、で次のお話がよいしょ動きの伝達というお話です。はい、で、まあ人間こう生き物が動くときって、全てのパーツが同時に動いて同時に止まるっていうことはほぼありえないんですよね、人間生きてる。まあ、ロボットもそんなぴったり、まあどうなんでしょうね、ロボットだったらいけるかもしれないですけど、ということをこう全てのパーツが同時に動き同時に止まるっていうことはほぼありえないということで、例えば、まあ、バレリーナの腕想像してもらえると、こう柔らかく動かす、この根元から末端に曲がる動きがいって、柔らかく手を出せるとか、あと優雅な動きだけじゃなくて、皆さん野球選手の投球フォームとかを想像してもらうといいんですけど、結構力強くこう無知のようにしなって、そのエネルギーをバッと出して速い球をバンと投げてるっていうフォームがあると思うんですけど、野球選手のフォームもなんか野球の練習とかでヒップファーストっていう単語があるらしくて、腰から順番に体重を伝えていって、こう手先にこうエネルギーを伝えるっていう、これもある意味柔らかな動きではあるんですよね。力強くはあるけど柔らかいっていう。なのでこういう、こう動きの起点から末端に順々に曲がり具合とか、そのエネルギーが伝わっていくっていう動きの伝達
をつけることでこう人の体の柔らかさというのを表現できる。あの腕もね、あのこうやって曲げるよりもこうやって曲げた方がやっぱ綺麗ですよね。こうやって指先をね、こうやってというお話ですね。で、以上。これね、ちょっと分かりづらいんですけど、これだと首のあたりを少し見てもらうと、かそれどこ行った、首のあたりを見てもらうと、伝達ありの方が若干首の曲がりが遅れてるんですよね。遅らせてるんですよ、実際これは。これもその体の中心からこう上に向かって曲がり具合がこういう風に伝達しているっていう動きをつけてるってことです。で、これをつけてないとちょっとこうやっぱつけてない方は少し硬い印象があるから、こういうことですね。こういうこと、これよりもちょっとこういう方がこう人間の体、関節の柔らかさが表現できるかなと。で、動きの起点は大体腰を起点とすることが結構多いです。あの頭を起点にしたり、あの手の先が起点になったりっていう動きも結構あるんですけど、動きの大半は腰から始まるそうです。私もまだちょっと勉強不足なんですけども、なのであのタイムラインで打つときもキーフレームをずらします。ポーズをつけて、まあこう大体こんな動きでいいじゃろとなったらキーフレームを部位ごとにずらすんですね。ピッピッ、これだとあの体が一番最初に曲がるように、この青い部分ですね、この青い部分の体の動きを司るキーフレームが一番最初に曲がるようにちょっと前に寄せてます。で、それに続いて体からこう末端に行くように腕と頭がちょっとキーフレームちょっとずつずれてるっていう、このずらしが結構あの意外と効いてきまして、あの数フレームずらしただけでも結構見た目の印象変わるんですよ。なのであのなんか動き硬いなっていう時はキーフレームをちょっとずらしてみると柔らかくなるかもしれません。で、まあその部位ごとにずらすっていうのと、その部位の中でもちょっとねこういう感じでキーフレームが並んでるかなと思います。あの腕だけちょっと逆ですけど、まあ、腕だとやっぱり肩が起点になりますので、また肩を先にしてあの肘、手首みたいな、であの腰とかも体の重心にこうついてくるように上のこう体の向きとかがついてくるっていう、で小さなずらしをつけています。はい、これもねあのすごくしなやかな印象になるのでおすすめです。特にあの女性キャラクターとかだとね、体が硬いとなんか女性特有のしなやかさみたいなのがちょっとなくなっちゃいますし、あの男性でももちろん体が硬いとね、なんか人間じゃない感じになっちゃうので、であのこの考え方はですね、あの揺れ物にも結構効いてきまして、揺れ物もやっぱり根元から伝わって先端が揺れる、髪の毛の揺れとかをなんか作ったことある方は分かると思うんですけど、2段階の根元の揺れと先端の揺れをつけてちょっと遅らせてこう滑らかに揺らすみたいな動きをつけたりするんですけど、それもあのこれと同じ話になります。こういう動きの伝達が根元からこう末端に伝わって柔らかい表現ができるよと、はい、いうお話です。で、はい、というわけで、今日の、ね、お話ちょっと15分が短いのでね、もうまとめに入っちゃうんですけど、指動作でまずはどんな動きをしているか分かりやす、これはあの体を前に倒しているだけなのかため息をしているのかという分かりやすさですとか、あとちょっと反動を入れることであの勢いよくね体がこっち向いた時とかちょっと反動を入れてあげると、こう人の体の実在感と筋肉の柔らかさみたいなのが出せます。で、あとはそれ動きの伝達をすることでこうロボット感というか体の硬さがなくなる、体を柔らかく表現することができるという、この3点気をつけてみると、あのちょっとモーションがワンランクアップするかもしれません。で、あのアニメーションのお話ってなるとこれだけじゃなくてもっといろいろあるんですよ、コツみたいな。多分それは親切な人がネットにいっぱい上げてくれてるので、もしこれでちょっとアニメーション勉強してみようかなみたいな気分になったらググってみるといいかもしれません。はい、で、まあ、あのあくまで私のお話は一例ですので、あのこれを全て守ったからといって 100% の正解にはなりません。そこはやっぱり自分の作りたいアニメーションとの兼ね合い、私はこういう動きを作りたいんだ、だからちょっとこの要素を取り入れてみようかなくらいの、あの感じでちょっともしよかったら反映してみてください。はい、で以上となります。じゃあ、あのご清聴ありがとうございました。はい、川並様ありがとうございました。